こんにちは。今日は麻痺の手で食事をするとこの練習を見てもらいます。こっちの手でスプーンを持ち、食事をする練習です。見てください。神さん、もし、はい、お家で食べるとすればどんなものがそれで食べれそうですか？一番食べやすそうなのはカレーライスかな。カレーライス、はい、いいですね。そこら中に飛んでいきそうやけど。病室だよ。カレーを味わいながらだと程よくリラックスできていいかもしれません。実際の方が次に最後一つになりました。あと2つ、はい、いきます。最後に一個です。ちょっと少し肩で引き上げるのではなくて、ちょっと力を抜いて肘でしっかり、はい、はい、口の方から開けてみてください。できましたけど、実際にカレーを食べるところをまた撮ってもらいます。今日はここでですけども、皆さんでまた次を見てください。 ありがとうございます。先生、次カレーでいいですか？あ、そうですね、カレーかヨーグルトかプリンか何でも。あー、ヨーグルトとかプリン、はい、さて実際に食べ物を撮れるかどうか、また動画で撮ってもらいます。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。すみません。